旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のジュミーです。今日は東京のオアシス高尾山で紅葉を満喫をご紹介します。高尾山の紅葉は山頂から谷に向かって広がる紅葉に染まった鮮やかな光景が楽しめる人気のスポットです。都心から電車の利用で約1時間とアクセスも最高。さらには紅葉に合わせてもみじ祭りなどのイベントも開催されます。今回は高尾山の紅葉スポットのご案内。ただコロナウイルス感染症の関係で素敵なもみじ狩りに影響が出る可能性もあります。現地に行く前に一度状況を確認するようにしましょう。この動画で紹介されてないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まず高尾山の紅葉をご紹介します。高尾山の紅葉は谷合いから山頂に向かって広がる鮮やかなもみじが堪能できます。都心からでも電車で約1時間とアクセスのいい高尾山、約1200種の植物、約100種の野鳥、約5000種の昆虫が生息する自然の宝庫です。秋の高尾山では最高の紅葉が見られます。特に山頂のもみじ台や薬王院の周辺、そしてケーブルカー清滝駅や高尾山駅などのもみじには目を奪われますよ。約1ヶ月間にわたる紅葉は数多くの登山者を楽しませています。麓の清滝駅から標高472メートルの高尾山駅まで続くケーブルカーの沿線には大もみじやいろはもみじなどがたくさん群生していて、最盛期には赤や黄色のトンネルが見られます。紅葉の見頃は11月中旬から12月初旬で、多くの観光客、登山客が訪れ、1年で最もにぎわうシーズンになります。都心や他の観光地に比べ高尾山の紅葉は少し遅いので、他のスポットに行かれなかった方ならぜひ高尾山の紅葉を楽しんでください。紅葉シーズンにもなると年間300万人の登山客が訪れる高尾山が最も混み合う時期になります。駐車場もあるのですが、土日祝日はすぐに満車。電車を利用するか、かなり早い時間に到着するようにしたいですね。1駅手前の駅周辺の駐車場を利用するという手もありますが、トイレも山の観光地にしては多い方。それでも女性トイレは行列ができています。ケーブルカーやリフトの待ち時間も長くなりますので、余裕を持ってもみじ狩りに出かけましょう。次に高尾山口駅周辺をご案内します。京王電鉄高尾線の終着駅なのが高尾山口駅。駅前では黄色く色づいたイチョウがお出迎え。駅前のイチョウの木は少し早めの11月初旬に色づいてきます。また高尾山口駅からケーブルカー駅まで続く道でも、左手を流れる川沿いに紅葉を楽しめますよ。高尾山に上がる前から紅葉が楽しめますね。次に高尾山ケーブルカー清滝駅前をご紹介します。ケーブルカー清滝駅前の広場も紅葉が楽しめるスポットになっています。周囲を紅葉する木々に囲まれていて、記念撮影をする人の姿も頻繁に見られます。高尾山に登る前から素晴らしい紅葉が楽しめ、気分が盛り上がっていきますね。次に高尾山ケーブルカー&リフトをご案内します。高尾山に登っていくケーブルカーとリフトの周囲には数多くのイロハモミジが植えられています。ですのでケーブルカーやリフトに乗りながらモミジ狩りを楽しむことができるんですよ。紅葉を眺めることが目的で高尾山を訪れたのなら、登山路の1号路をふもとから歩いていくよりケーブルカーやリフトに乗った方がより素敵な紅葉が楽しめるでしょう。ただし紅葉シーズンの週末はケーブルカーやリフトは非常に混雑しますので、その心づもりを。次に霞台展望台をご案内します。霞台展望台は高尾山の中腹にある展望台です。眼下に紅葉した木々を見下ろす絶景が見渡せます。霞台前にある広場にも紅葉する木々も多く、もみじ祭りの期間中ならマス酒販売なども行われています。紅葉を見ながらお酒も楽しめますね。霞台展望台は遠く新宿まで見ることができます。昼間に見る光景も素晴らしいのですが、夜景には言葉を失うほどの美しさです。まさに100万ドルの夜景。特におすすめしたいのは空気が澄んでいる冬のシーズンです。ケーブルカー、リフトともに下車してから徒歩2分のところにある展望台です。
次にご案内するのは薬王院。高尾山の山腹に位置する薬王院は東大寺の大仏造立で有名な高僧行基によって開山されたお寺です。そして薬王院の境内にも鮮やかな赤に色づくイロハモミジがたくさんあるんです。入り口となる山門から山頂方面の出口にあたる奥の院に至るまでいろんなところが紅葉スポットになっています。次に高尾山山頂をご案内します。当然のごとく高尾山山頂の山頂にある広場や展望台周辺などの様々なところで紅葉が楽しめます。高尾山の山頂まで行くと標高も高いので地域一帯の中でも一番早く紅葉が始まります。高尾山でもみじ狩りをするならぜひ山頂まで足を運んでくださいね。最後にご案内するのはもみじ台。もみじ台は高尾山山頂から徒歩で10分ほどのところにある紅葉スポットです。山頂まで来られたのでしたらもう少し頑張って少し足を伸ばして訪れてみてください。素晴らしい紅葉が見られますよ。もみじ台にはおそだ屋という茶屋もありますのでお食事をしながら紅葉が堪能できます。この辺りは派手な色に染まる木はあまり多くないのですが自然な黄色、オレンジ、赤といったバランスのいい紅葉が楽しめます。今回は高尾山の紅葉スポットのご紹介でした。いかがだったでしょうか。高尾山は麓から山頂までの広範囲にわたってさまざまな場所で紅葉が楽しめます。ゆっくりと時間に余裕を持ってもみじ狩りを楽しんでください。高尾山に自生する木は黄色く色づく木が多いのですが赤く色づく木は後から植えられたものだそうです。そんなことも思いながら素晴らしい紅葉を堪能してくださいね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。